マリア・クリスティーナ・デ・ボルボン・イ・バッテンベルグは、スペインの王族、スペイン王女。スペイン王フアン・カルロス一世の父方のおばにあたる。全名は、マリア・クリスティーナ・テレサ・アレハンドラ・マリア・デ・ラ・コンセプシオン、イル・デ・フォンサ、ビクトリア・エヘニア。スペイン王・アルフォンソ13世と王妃で、アル・バッテンベルク公女、ビクトリア・ユージェニーの間の次女として生まれた。母は、 イギリスのビクトリア女王の孫娘の一人であった。1933年、共和制への移行に伴って、スペインを退去したアルフォンソ13世は、マリア・クリスティーナと姉のベアトリスを伴って、ローマに移住した。息子4人のうち2人が血友病患者だったアルフォンソ13世は、娘たちも血友病の保因者の恐れがあると考え、娘婿選びに慎重であった。 マリア・クリスティーナは1940年6月10日にローマにおいてエンリコ・マローネイコール・ジンザの伯爵と結婚し間に4人の娘を設けた。1996年マドリードの実家を訪問した際に義前のバルセロの伯爵夫人マリア・デラス・メルセデスの屋敷ビラ・ヒラルダにおいて心臓発作により急死した。 去年85、ありがとうございます。